キング、エリンチェプリンスの誤差高橋山二人体制についてコメント脱退した三人エールもエルアーもご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。キング、エリンチェプリンス5月23日火曜日にグループの SNS アカウント CD5 周年を記念したライブ配信を実施実施。 配信内で、長瀬門と高橋山が、二人体制についての胸の内を明かした。四角脱退した三人にエールも、5月22日月曜日に、旧メンバーの平野市を、岸優太、神宮寺優太がグループを脱退し、5月23日火曜日から、長瀬と高橋の二人体制となったキング、リンチェプリンス。 ゆるりとスタートしたライブ配信では、長瀬と高橋が新体制になったことについて語るシーンから始まり、二人それぞれが胸の内を明かした。まず高橋は、ティアラのみんなや、支えてくれるスタッフの皆さん、関係者の皆さんに恩返ししたいなって、まだできてないなって思う気持ちが強くて、とファンやスタッフへの思いをとろ。続けて、この活動は楽しいじゃないですか。 だから楽しみたいと思っています。と意気込みを語った。グループへの愛、周りの人への感謝と、たくさんの思いを打ち明けた高橋を見た長瀬は、しくった。俺から先に言えばよかった。とコメントの順番を少し後悔した様子。ふざけた一面を見せながらも、さっと切り替え、デビュー当時からキング リンチェとしての活動を頑張っていこうと腹をくくっていたと明かし名前を残しつつ活動できるのであればどんな形であれキン,キングをプリンスメンバーとして全うしたいという気持ちがすごいあったと真摯、真摯な思いを伝えた伝えた。さらにファンに定期的に会えるということもグループに残った理由だったといい。 デビューして5年間支えてくださった方々への感謝の気持ちもそうですし、まだ一緒に皆さんといろんな景色を見たいなっていう思いから、僕はこの決断をさせていただきました、とコメント。一方で、脱退した平野、騎士、神従寺にエールを送る場面もあり、長瀬は本当にそれぞれの人生ですから。 脱退した三人の方も同じ仲間として応援してるし、みんなが楽しくやれればいいよね、と語り、高橋も、そうね、と同意した。ちなみに、本配信では、キング、リンチェプリンス GIU ソングもイマーシングル何者が、6月21日水曜日に発売されることも発表発表。さらに、7月2日日曜日には、グループ初となるファンミーティング。 キングプリンスをと打ち合わせを開催する。平野と神宮寺はグループ脱退と同時にジャニーズ事務所を退所しているが、騎士は9月30日土曜日まで同事務所に所属予定。騎士が主演を務める映画 G メンは8月25日金曜日に公開される。米印高橋山野、こは、はしご高か、が正式表記。 平野志耀さんプロフィール1997年1月29日生まれ愛知県出身。圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方、チャーミングな発言とのギャップで多くのファンを魅了する。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。